ね、いろいろ緊急事態宣言とかがね、はい、始まってるわけじゃないですか、うんうん、ここでやっぱ一発、うん、ウーバーイーツ企画をやりたいと思います。グリッドチャンネルの大食い二大巨頭、はい、この二人を挟んで、はい、私が今、はい、小食小食って言われてましたけど、はい、この二人に勝ったならば、はい、もう確実にプレゼンの1位だろうという、今回やる企画、ウーバーイーツガチ1万円早食い対決。先輩、今から用意スタートで、うん、どんどん食べていくんですけど、うん、一気に1万円分頼んでもらっても構わないし、ビリは全額負担です。うわ、はい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 、はい、それではウーバーイーツ1万円早食い大食い対決いってくれ。ルール的にはですね、はい、3店舗を頼まないといけない。わかりました。ただ来る時間とかも加味して、はい、早食いしていくので、はい、なるほど。それでは用意ダダよいしょ。もう俺が絶対言ってる、もう何回もウーバーイーツを俺がね代表して飲んでるんだから、みんなの私、はい、初ウーバー頼みなんです。あら、ほら、はい、本当デビューします。ウーバーデビュー、ちょっとログインができません。ちょっと待って、よーし行こう。で、ログインはできてる。ログインできてますよ。ログインできてる。ちょっと待って待って、なんでできてるんじゃないですか。4桁のコード、よし1個これにしよう。え、これにしよう。え、これいいのかな。あ、もう俺勝つわ、ごめん。皆さん食べましたね。ました、はい、あとはもう来て待って、うん、それを食べるだけで、ここの時間とかも、うん、それぞれの作戦で早いとこでやってるとかもあるから。時間って書いてあるんですか。書いてある、書いてあるよ。あ、ほら、うわ、ほら見てない、ほらもうお面かぶってるか見えない。全然違う。パンダさん、食べたいものを頼むっていうようなことをやるタイプじゃないですか、はい、それだと食べる量が多くなっちゃいますよ。だけど手に出してるから食べにくいじゃないですか、はい、そこ加味しないと片手で食べる何かさつまいもじゃないと。あ、確かにね。それは1万円分きつすぎるだろ。俺時間より値段の方を優先したの。私はもう本当に食です。俺はどっち、どっちも来る。あっ、来ました、はい、私です。いや、俺分かんない。わかんない。はい、トランジって書いてある。トランジ、トランジは俺じゃない。私でもない。俺だよー。トランジ、トランジ、トランジ、連続俺である。え、トランジ焼肉の。そうだよね、焼肉ので。おめでとう。じゃあー、よいしょー。 A5 ランク、おーおーおー、ミスジ弁当、なんと、はい、4500円。すいません、ほんといただいちゃうね。食べたい、早めに。うまそう。うわー、いいなー。ナムルだけでも美味しい。ピッパーから来ないですから。うまっ、あーうんまっ。え、これ肉じゃないよ。いや、肉、美肉、美しい肉、美肉来たよ、来たよ。ネギシです。ネギシ俺じゃない。来ました。俺でもない。ってことは当たりだよ。アンパンマン、アンパンマンです。トロのね、はい、350円。そう、ネギシの欲張りプレート。うわ、え、そんなのあるんだ。3000円です。うーん、うわ、これしかも肉だけよ。うん、あー、なんか来た。さすがに俺じゃない。いただきます。うわー、めっちゃうまい。見て、トロロ見て、こんな感じ。見て、トロロ。3店舗、うん、一番早く着いたい人がだいぶ有利だな。うん、トロロね。あ、来た、連続。よし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 。あー、俺だ。よしよしよし。何これ。ヒレステーキとガーリックライス。うわー、はい、これが合計で4000円。うん、いいでしょ。コスパいい。食うぜ。うん、うん、うまっ。うまい。あー、これだー。うわー、細めいた。お、うん、クマみたいだよね。味わいたいわ。手の感じ、クマ、爪がすごい。怖い、怖い。ひずめ、ひずめ。完食。助けさん、やばいよ。めちゃくちゃうまいよ。早いって。俺待ってらんないから、うん、ちょっとウーバーで今どの辺ですっていう地図で分かるのよ、うんうんうん、どの辺まで来てますみたいな、うんうん、そこまで迎え行くわ。ちょっともう我慢できない。トロこ、あー、来た。なんだ、ちょっと待って。あれ、なになに、絶対俺だ。え、俺だ。アイスコーヒー。うわ、コーヒーって、うん、あの結構ニコイチなんて、なんつうんでしたっけ、あのなんすか、ほらピンキリなのよ。コーヒーピンキリなのよ。水出しコーヒー、うん、750円。絶対ケーキじゃない、はい、ケーキです。はい、チーズケーキ1200円。すごーい。いや、すごい、やめて、邪魔して。濃いわ。濃い、濃いからこの甘いの行きたくなっちゃう。うん、行きたくなっちゃう。よっしゃ、行くぜ。うわ、見て、コーヒーが絶対にない。ベストフレンド。うん、皆さん、すっごい量頼んだよね。そうよ、ドーム型の、何、何、え、ガム。
時間かかるわ。時間かかる。なかなか俺が、俺が2店舗だったら終わりですよ。え？俺が一気に2店舗かかる。あ、重いよ、めっちゃ重いよ、大丈夫、めっちゃ重いよ。めっちゃ重い。なにこれ、時間かかるに食べるのに、誰だ、中華っぽくない？ちょっと待って、なにこれ、なに俺、中華頼んでないんだよ。俺も頼んでない。私は中華、私も待って待って、すごい重いよ。これ同じ店舗、あ、これとこれ同じ、あ、私も臭い、娘もまた来たんだ。タピオカ、これタピオカ、じゃあこれがフカヒレスープアワビ入り小籠包、うわ、これがなんと4つで1830円です。ビール入りアヒルの干し鍋炒めが2280円。ブロック兵くらい重さあるの。マジで、いただきます。これで600円。アワビが入ってんの。でっかいのか、まるまる、うん、すごい、もうこれ食べちゃう。あ、めっちゃいいです、香辛料すごい。いただきます。こんなあるよ、こんなめっちゃ量があるわけじゃない、ないかもしれないね。どっから来たの。中華味。あ、辛くなってきた。辛いんだ。辛いんだ。あ、じゃあダメだ。あ、来た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 。2連続。お肉すっごい柔らかい、めっちゃ美味しい。コーヒー終わりました。はい、ということで俺はあと1店舗分でもう終わっちゃうんでね。いただきます。フカヒレめっちゃ美味しい。これ来ました来ました。でも冷たいよ。うわぁー、マジでやった、やった、やった。マヒナチョコマンゴー、パンケーキみたいなやつなのかな、下に、うん、で上にチョコのソースと上マンゴー。いくら。1450円。うん、あー結構するね。全部来たとか思う。そうです。これ全部来ました、やったね。これ絶対俺じゃないわ。すごい重いよ。でも何が飛んでないの。え、これこれ飛んでないの。いや、和食系だもん、俺頼んだの。うわあ、あ、うわ、俺だった。え、うなって書いてあるよ。私の、はい、こちら、うわ、うな重、やば、4000円ですね。丸ごと1本、3900円でした。3900円。はい、え、これで終わり。これで終わりです。一番最初のやついくらですか。4000円。これが3900円で、コーヒーとチーズで1950円なんで、これ2100円ですよ。いや違うわ、あれ、じゃあ間違えたら俺。え、え、あ、やばいよ、やばい、やばい、フカヒレごちそうさまでした。え、そんなわけないでしょ。え、いくらになったの。1900円です。ああ、なるほど、じゃあ足りないです。早く頼んでください。やばいじゃん。うわぁ、だから早く頼んでください。勝てますよ、まだこの量。まだ食ってる人間と2店舗来てない人間がさ、うん、いるから。俺がいつ食うの。本当にキャンセルさせてみてみる。あ、やばいやばい、これはもう俺だよね、完全に。何分予定マックしました。一応15分です。いや、どうなんだろうね。あっ、え、入れるのこれじゃない。まあそうかも。いや、よっしゃ、よし、行くぜ。うまそうだよ。うん、これ4200円だ。うまっ。一回たださ、杏仁豆腐いくわ。いただきます。杏仁、杏仁豆腐じゃなかったわ、タピオカだった。何だ。自分で言ってたよ、タピオカだって。やばっ、うん、これもう半分食ってる。やばっ。一つ目来ました。牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニのパン付きです。いくら。イエイ。イエイ。イエイ。3200円です。あ、最後。あ、はいはい。あ、次ね。今日ね。フグのお寿司。三貫。そしてフグ刺し。これちょうど1万円です。食べてみよう。うんうん。うん。うわあ、これ。フォアグラがもうまろやか。あ、これつけちゃう。どうせ。うん、うなじ終わり。これも終わり。うわ、ついに食べました。さすがに勝てるかもしれない。さすがにやります。注文さえ来れば。なんか冷凍のパンケーキみたいな、なんつうんだろう、凍ってる冷えてるパンケーキ。いただきます。冷たいパンケーキ。あと1店舗助け。うわ、フグってこうやってするんだ。あ、フグが痛い。なんで終わる。終わっちゃう。おい、おい、言われそう、言われそう。逃げてる、逃げてる。あとはどっちが3万円かな。うわー、待って、来てくれ。だなあ、あったあるから、ここに来るまで。よし、あー、やばい。ありがとうございます。あ、来た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 。はい、マックです。マックダイエット240円。わー、よし、やるくれ。はい、終了。3万円、こっちになります。うん。
頭がって感じだった。頭がだって言い方だって合計できないんだもん。わー、というわけで畑さん全額だ。わー、それでは皆さん頭を使えば早食いや大食いが得意な人にも全然小食の人に勝てるということが分かりました。はい、ありがとうございます。はい、とても素晴らしい検証でしたね。よかった、はい、ありがとうございます。はい、それではこの動画が面白いなと思った方はネタで高評価お願いします。それではせーの、バイバーイ。バイバイ。イエーイイエーイ。24時間貸し切り直しよ、祭り。あー、広め。あとは歯磨いて寝るだけだぜ。それは。と外して外しますよ。変わんねえじゃねえか。おいおいおい、見てなかったじゃん。